大鷹様が呼んでる。大鷹様、誰ですか。サラーンボルタンジャラーン。何やお前。おお、通るやん。向こうの歌あこれ。やったるわ。おもろいな。あ、なにね。あ、うん。あ、そうなんや。あの郷で仲間を鼓舞しておる。ま、待って、ほんだらさ、まずあの歌ってるやつしばかなあかんのちゃん。ま、調子乗んのよ、これ。ああ。待って、あの歌ってるやつやね。ちょっと待って、なめんなって俺を。いや、急いでね。ライダーキック。何の歌歌ってんの、なめんなよ俺。セイエアイエア。歌ってるやつはもう終わった。いや、まだおんな。見えへん見えへん見えへん。おいおい、お前、ほら、とどめを刺す。これとどめを刺すできへん。うわ、うわ、あ、ライダーキック。うわ、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 なんなんだよ。あれ、ちょっとなんか歩いてたよね、こいつ。お前、待て、とどめを刺す。え、いい。あ、あと誰、あと誰ですか。あ、お、いますやん。やったな、お前。馬から降りろ。あいつか。また歌ったらええね。お前、その、応援団め、やめろ、お前。え、こいつちゃう芝子。うゆう。そのさ、歌やめろ言うてん、気持ち悪いなんか。おいおい、おいおい、せいや、おいおい、オッケー。また歌ってるしさ、なんかどいつが歌ってんの。なんかこの歌が歌え、歌、あ、え、おるおる、あ、お、お前、お前、せいせいせい。おいよ、おいえ、うわ、ライダーキックやるねお前。うわ、あとお前だけ。おいえ、まだやるか。なに、まだおんのか。どこにおんの。どこ、ど、え、どこにおる。あ、向こうおんのか。すっげえ。ゲドウメが民を苦しめおって。拷問しろ。どこにおるんですか。正体を突き止めねばな。どこにおるんですか。拷問しろ。20メートル。え、どこ。ヤーヒョウとか。え、こいつか。拷問やね。あんまりそんなん好きちゃうねんけど、ね、やったろか。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹様。大鷹、己の長官。あのお方は一族を率いて対馬に来る。ほう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 。息のすべてをその手に収めた後で。こやつら、あの息から。息ってあの長崎の息のことか。何これ、親父が死んだもん、あれな、息なんか。ジン、手を貸さんか。これやられる時やね。お前は死ぬのが主情のためだ。あ、何、どこ行くの。ムービーになってる、なんか。
誰か来たんか、ユナか、ひょっとして。急いで駆けつけたけど、これひどいね。ひどいな。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの？うつ病や、うつ病、みんな。わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。うん。こやつらの長は大高。対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら大変やね。そうはさせん。大高を探すの。猛虎兵によると息におるとか。息も島やろ。罪人の島だ。島だ。侍は憎まれてる。そうだ。かつて父上が治めようとしたが、やられたんか。あの地で会えなくも。息でやられてんな。その後残党は引き上げ、うん、そして今何者かに乗っ取られた。うん。俺が正さねば。はい、行きますわ。息ってあれやろ、確かあの島やね。俺あの中へ昔一緒にゲームやってたけど、息の島に住んでたんで、息の島、まあ島か、うん、多分そこへ、そこと同じやろ。長崎や言うてたんで。いつでも立てますぜ。お、ええの？息へ渡れって書いてるな。じゃあ行ったろか、ほんだら。はい、酒井様よろしいんですか。おお、ええよ、行ったろ。息はお侍を嫌っとりますよ。いいよ別に。北西の岸へ向かい、行ったろ。酒井取で。あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。はいよ。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし。息では大風が吹いとるでしょうね。行ったろ。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。渡辺様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。はいよ。来い、ノブ。ユナは来えへんのかな。ユナおったら心強いんですけどね。何？これはまずい。嵐か。ああ。ノブ。何？ああ。待て待て待て。やばいんじゃん。あ、馬なんか無理やろ。はい、大変ですね。はい。ジンは生きてんのか。馬どんなになったの？ノブ。ノブ死んだんか。着いたん？それとももう一気に。着いたんかな？ノブ。まだだだだ。ノブ！おんのか？どうしたらいいんですか？馬は無事だろうか。いや無理やろ、普通に考えて無理やろ。待て、これどう行ったらいいの？ここまっすぐ進んだらいいのかな。ね、一緒にゲームやってたりとか、駅に住んでたんで、ええー、ところらしいっすよ。なんか高校もあって学校もあって、なんかそれなりになんかええー、ところらしいですよ、言ってました。待て、まっすぐ行ったらいいんですか？ゲオもある言うてたし、なんか。はい、行きたいと思いますね。こっちでいいんかな。着いたのか。一気なんか、ここはこれでいいの、ほんまに。このまま行ったらいいのかな。待て待て、お前大丈夫か。俺どっち、抜け荷の隠し場所のようだ。こっちでいいんか。お、なんかありません。はい。おお、誰かおるし。はい、待て待て、はい、これも取りますわ。はい、こっちでいいんじゃろ。これはさ、こっちって海側やから、これでいいかな。ほんまにこんなとこなんかね。ちょっと話聞いとったらなんかね、普通のところそうっぽかったんですけどね、なんか。はい、入口はどこだ。はい、
はい、これが引っ張、あ、引っ張るんや。いやーせいやー、はいよー、はい、ほんだらね、よし、うまくいったね。はいよ、どんなとこですか、駅って。おお、ここなんや。あ、行が歩いてたけどな。あ、駅、多分あの一緒にゲームやったけど同じところやと思います。行きますわ、とりあえず。これでいいんか。境取りでは遠くない。うん、誰かおらぬか調べねば。そしてノブ、見つけてみせる。いや無理やろ、流れ着いていないか見に行ってみるか。はい、頑張ります。はい、見に行ってみるか。でどこに行ったらいいの。はい、630m ですね。はい、向かいますわ。はい、登ってもうすぐやね、あと 180m。 またこうアンチャーしていったらいいんかな。はいはいはい、はいよ。まだ 130m、 これ上に登れて。あー、だる。この道みたいなのずっと上がっていったらいいんかな。なんかけど誰か歌ってるぞ、なんか。何や、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 あそこには二度と戻りたくない。え、これよ。やらなあかんのか。待て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 よ、待て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 、やったあかん、やったあかん、やったあかん。どころくん、誰やったな、お前。今日で式が振るっておるのか。ま、あ、アホレの人やられたんか。やったあかん、あー、やりよった。お前ら、ほら、待て待て、あー、あれ、これでいいの、負けてんじゃん。お侍ゴルゲデッドシャ。お侍と、あ、痛い。うわぁ、ジン大丈夫か。フルボッコにされたの。ちょっともう助けたってくれよ。一生懸命頑張ってんねんて。刀やん。ワイの刀返せ。お前、これが太田かってやつ。お前が太田か。対馬に送った石膏すべて切ったぞ。古典藩は死んだ、あやつの兵も敗れた。何、仮面とんの。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。お、何こいつ。くだれ。え、どんな顔。命までは取らんぞ。命までは取らんぞ。苦しかったの。何、女なん。うわ、女かこれ。飲め。いやいや、飲めるか、そんなもん。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。誰や、後ろから来てる誰か。あーあっつーとかなったらおもろいねんけどね。まずいな。うわ、こいつババアやん。何を飲ませた。家電の霊薬。うつ病なの。そう力むでない、まだ先は長い。決して潰れんぞ。頑張れジン。とうに潰れておるではないか。いや、もう潰れてるんや。さあ、己の霊魂を地の底へ送って。ああ、怖いな、こんな奴ら。己が先祖の裁きを受けるがよい。
あ、あー、これ親父のあれやね。ん？ユナ、ユナ来てへんやろ。何？ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？え？そこらの船を借りたんだ。夢とかちゃうのこれ？あ、やっぱ違うもんな。どうした？何かされたの？大田家族の長に飲まされたようだ。毒を飲まされたんや。あいつらが戻る前に薬師を探そう。はい。たちはどこへやった？近くを探してみなよ。はい。大高と猛虎兵はどこだ？頑張ります。外に火をつけたんだ。あいつら調べに出た。ユナほんまいいよな。待て待て、なんかあるか。お、わしの武器ないんかい？ないんやね。今、あ、この武士とかいっぱいね。ほら、いっぱい強化したいからね。待って、拾うってことね。ここになんかあんの？さて、オッケー。こっち。はい。安全なところに行け。はい、行ってみますわ。幾年も過ぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと。その声やめ。父が建てた。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね。どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、おらんやろな、この生きては。境系の恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門開けるよ。はい、開けます。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらんぞ。乗りを来い、乗りを。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。ふん、なんか言うやじん。なに、誰こんの？こっち。待てよ。どっち？この向こうに渓谷が。そこから逃げよう。なるほどね。先に行きましょう。あ、先に行かなあかんね。あ、はい。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた。時に辛く思う。なあ、辛いわな、さ、親父死んだらね。はい、谷に行け、20メートル。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？何？おーい。なぜ手を貸さなかった？親父、こんな顔してるんや。父上、見殺しにしたな。うわ、言われてる。お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何？ユナもおかしくんか。何か妙だ。おかしいな。どんな通り？ああ、もうあれか。これも毒のなあ、鬱になっとんねんな。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。あ、だから村の人らもおかしかったんな。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。どうなるんや。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。おお、息全滅なのも晴らすのです。あ、どうなんねん。ジン、お、声聞こえた。何や、夢見てるんか、ジンは。ん？どうなっとんの？おお、ここは？これ昔のジンやん。ジン、どこにおる？父上。はい。どうしたらいいんですか？哀れなく
父を亡くし魂がさまよってよ。これは進みますわ。あ、なんもないし、どっか行ったらなんかあるやろ。あ、行き止まりか。いや、行けるよねこれ。はい、我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれん。か弱い。か弱い言われてる。あ、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。いや、見殺ししてんな。それが父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。うん、生き恥を晒して、生き恥を晒して。ん、あ、上登るんか。ああ、あやつはもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。お前調子んなよ。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が怪我されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを、父上。してやられた。全て賊どもの計略。ほうほうほう。我が兵が撃たれる。父上。うわあ、人いっぱいおる。ジャンプ。親父。ジン、走れ。今少しだ。はい。己が父を死なせた。違う。言われてんな。進みますわ。とりあえずお前は死ぬのが主情のためだ。あ、何、父上、どれがどうなってんの。誰や、生きてるか。誰、大鷹は近くにいる。え、おるんや。ひとまずここから離れるぞ。ユナはやっぱりおらんねんな。ほんだら誰やこいつ。まだ青ざめてるな。うん、しばらく休め。何者だ。なあ、何者や。答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。お、やんの。代わりに答えよ。梅雨の森の戦はどちらが勝った。戦の前、10日以上雨が降って、うん、大水で侍も島の者も死んだ。あ、どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。何や。侍が息で何してんだ。大鷹が対馬に石膏を送り、うん、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。知っとるよ。あの毒はこの身に回っておる。さりとて気は確かなのか。そんな奴初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ。え、おそらくは。そうなんや。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。一月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。あ、やられてんな。俺も手助けする。大鷹を退けよう。侍が賊を助けるって。大鷹を倒すためだ。名を言え。陣。陣。槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。考えるんや。槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。はいよ。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。はい、まあやっていきます。とりあえず壱岐へ渡った船を見つけろ。 850m。 はい、方向はあっちか。はい、ちょっと行ってみますわ。はい、行くとせも父の死から目を背けてきた。どこにおんねん。またしても逃げるとあらば幻影は膨らむ一方。どこにおんねんて。己一人で父の死と向き合えるのか。
知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。いらんわ。うわ、幻、まだ聞こえるか。なあ、焦ってんのか、ほんま。これ渡れんのか。あ、行けるんや。方向で言うたらこっちやもんね。はい、行きましょう。はい、刀とか強化したいねんけどね。素材は全然ないんすよね。はい、上上がんの？ひょっとして。あ、ウグイス、ウグイス。え、どこ行ったあいつ。え、そっち？あ、待て、遠のいてんな。遠のいてるっていうことは、上か。わかったぞ。これ、取れるね。はい。さあ、できますわ。はい。いい。おい。おい。上がっていったらいいんやね。あんちゃん、あんちゃん。頑張れ。侍はどんなことでもできんねん。はい。で、こうなってるやんか。で、こっちか。この上行くんかな。船を見つけろよ。お前、こんな山の上に船なんかないやろ、多分。どうなっとるんや。590m。 あ、近づいてんな。あ、バテたん。待て待て、聞こえません。なんかおんのか、あいつら。待て、この間喧嘩したとこちゃん、これ。喧嘩というか、やり合ったところやろ。バレたくないです。バレて、あ、あっこいますやん。やっとんな。はい、まあ今はとりあえず進めていきましょう、これ。はい、こっちやったよね。まだ聞こえる。もうへばか。鎧といえど心の内までは守れません。ああ、キモいわお前。はい、船を見つけんねん、お前は。雨降ってきたな。はい、だんだん近づいてきてんねん、ほんまに。何？音楽変わった。何やろ？何かあんの？待って、何か向こう見えんな、何か。何か、何か上に何かほら、見えますよね、何か。空の方に何か向かってあれ。何やろ？ほらほら、あ、ありますやん、あれやろ。何？熊か。犬？俺犬好き。何？熊のマークっぽかったけどね、前は。これやろ。俺が乗った船だ。おお。ノブ、どこへ行ってしまった。誰これ。あ、あのおっさんか。連れててくれた。うわー、かわいそうに。何これ、埋め立ってんの。どうなん、見せてや。あ、やっぱ埋め立ってんな。また一人戦で命を落とし、またも俺は守れなかった。まあ、そう、自分を責めるな。お主の無念、必ず。いいねえ。はい。ノブ、どうした？死んだわけがない。蹄の跡があるはずだ。いや、死んでるやろ、普通に考えて。うん。待てよ。馬の足跡を見つける。これか？あ、これ。この蹄はノブのものだ。はい、友の行方。どこへ行ってしまった。はい、足跡を追え、足跡を追え。こっちに行ってますね。はい、歩みに淀みがない。はい、無事のようだ。いや、普通無理やろお前。人間でも無理や。上に上がっていってんのか、こうやって。ん、おい、空腹だったか。狼狽もせず草をはんだ。腹減ってんねんな、やっぱり。上に上がっていってんのか、こうやって。どうですか。こっちまっすぐ、まだまっすぐやね。天気も良くなってきたし。
倒れたか転げたか。ああ、クタクタかもわからんな。わからんぞお前。誰かの馬になってるかもわからへんで。こっちですね。はい。足跡見えてる？ああ、あるね。はい。どっちや？こっちか？ん？そこもと。静かに。誰？聞かれますよ。おるやん、誰か。何やお前。何してんねん。